はい、チャオ、亀岡です。今日はですね、三井住友アセットマネジメントさんからですね、引用なんですけども、レポートのですね、なんと解散から選挙までですね、日本の株価は16回連続上昇というですね、そんなレポートがあったので、皆さんにご紹介していきたいなと思っております。まあ内容はビコーラーにも引用を貼っておきますので、興味がある方は見てください。まあすごいですね、解散から選挙まで、今ちょうどね、そのステージに日本も入ってますけども、日本株はね、16回連続上昇していたっていうね、このデータは、まあ僕もね、噂では聞いてましたけども、実際にレポートとして見るのは初めてなんですよね。で、まあこれがね、1969年から2017年までの、ね、解散前と解散後ですね、の解散、選挙前ですね、解散前と選挙前の、それぞれね、騰落率ですね、こちらを表したものですけども、一回だけね、下がったことがあったらしいんですけども、まあ、それ以外はね、軒並み上げていると。だからもうすごいことですよね。それぐらいまあ確率、まあデータ上は再現性が高いということになるんだと思います。もちろんですよ。でもこの番組を見てる皆さんはお分かりの通り、このね、今回のそのね、また同じことが起こるとは限らないですよね。限らないんですが、ただね、このデータを見る限り、かなりね、その過熱感がやっぱりその株価に影響を与える。そしてまあもう一つの要因があるとすると、やっぱ期待感ですよね。やっぱり株は期待で買われて失望で売られるというのは当然のことなので、やっぱりこの後ね、その新しい政権になったら、まあご祝儀相場になって、何か新しい経済対策をするんじゃないかとか、新しいね、何かこう政策によって転換期を迎えるんじゃないかって、人々はそういった期待を持ちますよね。これによって株価を押し上げるんじゃないかなと思っております。特にですよ、今回僕の見立てなんですけども、もちろん僕のあくまで仮説ですけども、これまで散々定位にあったので、日本株はね、見直しが入って、しかもこのね、アノマリーって言いますか、法則性も、またこれを下支えして、まあ期待ができるんじゃないかなと思っております。もうこれがね、まあいろんな材料が出てくるっていうのはね、結構面白いなと思っております。こういった期待感ですよね。おそらく月曜日以降、今まで散々ネガティブにだったね、まあ各ニュースメディアも、いよいよ日本株のステージかみたいな、ほら、日本株が来たみたいなね、米国を超える日本株みたいな、そんなニュースも出てくる可能性がありますね。まあメディアっていうのはやっぱりね、まあ YouTube もそうですけども、クリックされないと意味がないですし、見てもらわないと広告出稿料もらえないわけですよね。メディアさんっていうのはですね、ネットメディアもそうですけども、そうなると今皆さんが、向かってる期待に応えるような記事とかを書き始めます。そういった意味ではね、1年前2年前ぐらいにあったような、日本株ブームを起こしたようなメディアのね、そういったまあ熱い記事が明日以降復活してくる可能性があります。もちろんね、米国株とか中国株ちょっと雲行き怪しいので、そのあたりは毎日見た方がいいですね。ここしばらくは毎日米国株の経済動向、それから、雇用者数ですね。そして中国のいわゆるね、50を下回るのかどうかですね。経済指数がですね、下回ってくるようなことがあると何が良くないかというと、いくら日本が過熱をしていても輸入が減りますよね。中国のですね。日本製品とか日本の部品を買いたいっていう過熱感が下がるので、これはやっぱり経済にダイレクトに響いてくると思います。それからもう一つ、アメリカの経済がどん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 悪くなってくると円高に触れるので、今円安なんですよね。円高に触れるっていうのはちょっと経済に対してね、今後おそらくまだ定義なのはね、例えば輸出とか化学とかで、自動車モータビリティとかになってくるので、このあたりがダメージを受けるっていうのはあんまりまあ良くないことなんじゃないかなとは思っております。ただその辺をね、鑑みてもこのね、ニュース数っていうのは面白いんじゃないかなと。で今ね、日経平均も、一目均衡表もね、こういった形で雲を抜けてきますよね。まあこれすごいですね。雲をこの抜け方かも半端ない。こんな抜け方したことってないので、そういった意味ではね、進撃の巨人でね、大型の巨人がウォールマリアを一気に抜いた、あのぐらいの勢いがありますし、ね、どのぐらいの衝撃度かっていうと、アオバクーでね、連邦に押されてる、まあ、ジオン軍なんとか持ちこたえようとしてる中で、ね、ギレン総裁がね、妹のキシリアに撃たれて、一時期の空白期間が生まれますね。あれぐらいの衝撃度ですよ。この、一気に抜かれるっていうのはね、まあ、もっとわかりやすく言うと、やっぱり僕は戦国マニアなので、島津のね、一気がけで、あの関ヶ原をですよ。関ヶ原で、ね、徳川家康の本陣に対して一気がけをして、急にターン、ね、島津ターンをしたぐらいの衝撃度ですよ、これは。もうね、もう、これを例え話ほどわかりやすい例え話ないかなと思うので、今ので、あ、わかった。
そういうことがあって皆さんね、思ったと思うんですけども、まあね、その後ね、島津は、まあ、やっぱり島津は怖いと。島津を敵に回して戦いたくないっていうね、各徳川のね、まあ、武将たちによって助けられて、ね、最終的には、明治維新を起こす、ね、取っかかりになっていくんですけども、まあ、やっぱりね、島津は強いということになりますね。僕はよくそういった意味ではね、九州のね、鹿児島とか行きましたね。西郷隆盛なのね、佐賀も見に行ってね、その、どこで西郷隆盛が自陣したのかとかね、そういうのも全部、一人でね、一人じゃないですけど、まあ、こうね、歩いて回ったりとか、そういうの好きなんですよね。今度はね、あそこ行きたいなと思ってますけどね、萩ですね。萩で、あの辺をね、高杉、とかね、あの辺のその後をね、巡っていきたいなと思っております。僕は高杉、が好きなのでね、その辺はちょっと置いときまして、で、3ヶ月チャートで見てもね、もうね、先物が、これ225の先物ですね、もうドーンドドンドンみたいな形で、29,500 円をもう上回ってきてると。先物ですね。これ先物っていうのは当然ね、私たちの現物の先に行ってるので、それをね、現物が追いかけていく可能性があります。こういうところでも期待ができるんじゃないかなと思っております。さらにですね、今日本株にそのお金が集まる一つの、まあ、指針として、中国がね、ネガティブ要素が、増えてきてます。で、中国に投資をしていた、わかりやすく言うと外国人投資家とか、まあアメリカのね、ヘッジファンドなどが、ちょっと中国が危ないなってことで、お隣の日本ですよね。まあ隣国の日本に投資をするんじゃないかというのが、まあ私の見立てなんですけども、中国で、ね、昨日もお届けしたんですけども、中国情報良くないなってことで、さらに今日も金融監督強化で、どんどんその民間に規制をするんじゃないかってことが、これブルームバーグさんでね、情報として出てきてますし、さらにね、アリババにはね、もうすでに圧力加えてますけども、これなんていう、点でしたっけ、敵でしたっけ、ちょっとさすがに忘れますけど、これ配車サービスですね、ちょっと間違っていたらちょっと備考欄に書いておきますけども、まあ、常に中国株をモニタリングするわけじゃないので、もう、日本株とアメリカだけを追ってるだけでもね、結構時間を使う、その隙間時間を使っちゃうので、でやっぱりね、そういった意味ではちょっと情報のね、ちょっと追跡がちょっと甘いなとかありますが、この配車サービスで結構有名な会社ですけども、ここもね、配下に置くことも視野に入れてて、これ、そうしたら民主主義じゃないですよね。何のためにね、まあ、もう香港、まあもちろん香港も上場が開かれた市場とは言えなくなってきてますけども、ちょっとここまでされると、もうカントリーリスクっていうか、そもそも出資する、もしくはね、そこに、その、まあ、合弁会社を作る、それすらリスクになってくるので、かなり来ちゃってますけどね。もしかしたらなんかこれ、共産主義から北朝鮮みたいな超社会主義国家になろうとしてる可能性もありますけどね。普通ここまでやらないですけどね。そこまでやっちゃうと民主主義としてのこれまで何十年間っていうね、30年ぐらいかけてやってきたことが全て泡と化すので、ここまでやるとしたら何かしらの意図があるでしょうと思います。まあ、情報はどんどん仕入れて、皆さんにね、お届けしていきたいと思いますが、普通は民主主義の、を取り入れて、そのね、やってきた、その今までのことを苦労を水縄に課すようなことはしないはずなんですけども、やる可能性があると。まあ、当然そうなると、ヘッジファンドは中国依存度が大きい米、銘柄ですね。もちろん中国そのものに対する投資もそうですけども、敬遠すると。このマネーが日本に、来るんじゃないかなと。そうすると、まあね、冒頭で話したら、まあ、選挙期間はね、株価が上げるという、ただでさえそのアノマリーを押し上げる可能性ですよ、あくまでね、あるんじゃないかなということで、これはもうまさしくね、どうなることやらってことで、僕はね、ちょっと今は、期待と、まあもちろん不安もあります。で、不安、リスクももちろんありますので、この後ね、じゃあリスクにはどう対応していくのかっていうのは、やっぱりこれ、話さないと、良くないなと思いましたので、リスクに対しての、まあ、僕なりの相場歴22年の考え方や、やり方、方法論など、この後の動画で話したいなと思ってますので、できればね、合わせて見てもらいたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。高速で、ゴー!